comes a new challenger. はい、続きましてシーヘナキルさんが辛い夢。はい。さあヤラメスさんはまあ1キャラ結構変えてる感じですが、今回はラブハート。さあ強対ムイムイ。さあ鋭い。あの単純な並びが本当に見えない。さあスパークギャン。あここはちょっと。タイミング合わない。そうですね、終わり際を当てたいので、あそこをねちょっとね難しいかもね。その後追い打ちするとなればなると、あらがみ巻き込んで、さあリーチの差も響いているか、繋がっているが、ここは惜しい。あーあの辺りだとまあ繋がるかのね確証がちょっとなんとも言えないので、発動まで仕込むのは難しいのかね。あの感じだと、そう、その後つなげるのも難しそうだよね。どうすればいいんだろうね、あれ。弱で発動して弱々からとかのスタートになるのかな、安定は。さあ、そして2番手、ラブハート。さあ、いいっすね。あの位置でもちゃんと安定して届くのはいいっすね。さあ、バレ潰し。ここは投げを外して。さあシエナギルさんの勢いが凄まじい。さあ裏からもう一回。さあ七海さんがだいぶ手堅い立ち回りで、さあ息を落としそうな、おっと打ち切ったところにシャンシー。あのしゃがみシーは本当に優秀ですね。なんかあんまりこのゲームにはないしゃがみし、まあ、過去のゲームでもそうだけど、まあ、クラウザーのしゃがみし的なイメージがありますね。さあそしてイオリと、あなるほど、2段目に割り込もうとしたんだろうね、多分今のは強が出ると思って。さあ通常体つかめない、ここは避けている。うまい、差し込んで逃げージ。さあ山名さんがだいぶいい動きをしていますが、スカイアンか、あれはフリーだけど確定はない感じかな。なるほど、最後はビートスラッシュ削り。やはりリーチがいろいろ技もしゃがみシートかも長いので入るまでは大変そうですね。で対象がクラーク5ゲージ、しゃがんでいる。あなるほど、あそこまで入るんですね。あここは厳しい暴れから EX アルゼンチン。3番だとあのあと EX マウントも入るのか。なるほど、さあシルビー大将。あ早い、ここはしゃがみビー、ゲージを吐いて約半分ゲット。しかしまだクラック5ゲージで、シルビーは1ゲージはおそらく殺しきれないと思いますので、これはまだ怖いですね。早い、足払いから投げを外して、さあお互い気持ちが入ってる。早い、シーヤバレを釣って、これはさすがにフェニッシュ。ヤナメイさん連勝、強いですね。はい、では赤月さんいきましょう。はい、赤月さんつらい不明ですね。で残りは3人といったところ。さあヤナミスさんは今回ナコルル。
さあまずは静かに飛び道具を避けつつ、あ冷たい、あめくっている、これすごいですね。さあしゃがみし、今度は落とせない、坂を重ねつつ、さあお互いのしゃがみしがうまく機能している感じではありますね。ここは突っ込んで遠征、さあこのリードを奪えた状態、いやーまたもあのジャンディは本当判定だいぶ強くなってますね。まジャニーのカスミとは言わないけど、そこそこめくれるからね、集団にもなるしね。で今回は2番手にシルビー、まあまあ構図としては多分どう近づいていくかっていうところだと思うんですが、シルビー側がね、さあここは先に仕掛けていくのはキングアワー、ダブルストライクにヒットして、飛び道具はやっぱちょっときついのかな。ここは隠っている、さあそして段階比に重ねるように中段、ここはまあ1ゲージからの最後は通常技でフィニッシュして、ゲージは温存されましたね。すぐ楽にしてやる。でいよいよまあ状況はかなり近い、あ本当シルビーも本当シャガミ B すごいね。あーそのまま終わりはしないか、さすがに。うっ、吹っ飛ばしか、何かと思った今。私の姿見せてあげるよ。一気に対処るよ。さあ開幕発音が刺さる、まあこれがまあ2ゲージコンボの中では結構火力ある方ですね。だいぶ減る。さあすぐさまやり返していく、今度ガード、おかわりはガードして、しかし SP が少ない。さあこの守備はゲージ少ない状況、うまい1ゲージ、いい判断した。スパキャンで殺せるときはやっぱスパキャンで殺せる判断ができればいいですよね。その分のゲージは溜まるので。さあそして大将戦かな、あいつ中堅か、大将戦か。うわめくっている、と今のは出なかったのかな、おかわりに行ったのかはちょっと分かりませんが、ここは打ち切って勝利、投げを通して、うっと、あー中段ここで刺していく、ここはうまく通して連勝を重ねていく。はい、ここで、フロムヘル2ライフ目、残りは俺とハスミさんだけかな。さあ山根さん、先ほどから非常にいい動きですが、今回もアントノフ社長が入っている。これベノムに言わされそうなイメージあるけど大丈夫かな。バントのゲージ持ってなんぼみたいな、やはりイメージが強いので最初大変そうだな。さあ引っ掛けていく、あとジャンからのコンボがねちょっと乏しいのが、まあ重量級キャラですからね、まあなんともなところではありますが、あとジャンから一応発動っていうのもあるんだけど難しいんだよね、繋ぐのがね。
さあしかし今のところはアントの方がうまく立ち回っているように見える。さあ前転回避、さあ移動投げ、さあ2段目は4切っていたか、その分下がっている。2ゲージコンボ決めて決まりきるかな、ぴったりぐらいですね。さあここでしかしシルビーに早めに倒されてしまうと形勢はちょっと逆転してしまう状況ですね。さあどんどん突っ込んで利用している。さあ着地に投げ、さあここでまあフロメル側が1ゲージ増えて2ゲージ弱で、シルビーがマックス。さあインディシルビー、さあ開幕ビリビリされて、ここはクライマックス、その後も続くんですよね、これ。あ、ここはジャンプ飛ばし、まあ、端だったらもっと伸びるのかな。さあそのまま2回目の初コン、さあ払い切ってアンディに何もさせない。さあまあお互いもうゲージを払いってやり合いですね、これは。さあ今度は逆にまあシルビーがゲージがない状態、うまい。さあ4B 一発から、ここは出ない、あと1回ない。さあちょっとごちゃついているが、さあ怖い打ち、中断。さあなんかすごいことになってる、めくっている。ここは1ゲージ当てみとって、最後は抑え切る。さあ相当ごちゃつきましたが、まあ、状況は、まあ、まだなんともですね、まだお互い十分にある。さあまたも狙いに行くが、さあゲージを払い切ってしまう。前転がとがめきれない、うわしゃがんで、これは直ゲージが間に合った。さあヤナメイさん強い連勝、はい。さあ今回はかすみさんがなんといつもラストで押さえてくれた、はさみさんですが、ラスト前同じケアで生かしてくれと、こんなもんじゃねえんだと、こんなもんじゃねえぞって参戦してきました。タイムはね、まあ、あの波動はまあ芸者面も兼ねてるのかな、結構まあ使いやすそうですね。投げからこれが中断、なるほど、おかわりできるんですね、あれ。打ち切りに一撃で払わされてしまった感じはありますが、リードを広げているのは鷲見さん側。さあジャンプ飛ばしからここは投げ裏、おっと前へだったのかな、早い。さあダメージの奪い、あここは当たらない、2段目止め。さあ行きます行きます、最後はジャンプ通し長い。さあそしてシルビー、先ほどからこのシルビーがだいぶなんというかだいぶ大活躍してますね。さあ
空間に回る。ここは打っていって、はいですね、柳さんもだいぶこう迷いがないところが本当にいいですね。ここ下がってしゃんでいる、あのしゃがみやはり厄介、非常に低い。しかもハイも確かにジャンプ飛ばしたから主力の技がちょっと下に薄いのもあるね。ジャンプ D とかは多分下に強いんだろうけど。さあラルフ、さあ空中くらい、うわーマジか、エンディもスカル、ここは逃げ地コンボ、あれ、あそうかラルフはちょっと体力多いのか。さあこっち行き切って、おっと、さあいいところで打ちますね、あれは防ぐの難しいね。さあすごい爆発、あーまたもエンディがしゃがみ B に勝てない。え、あれ地上さきつくない、足場に触れっていうこと、しゃがみ C とかもどうなんだね、怪しいよね、もうもはや。さあそしてバンデラス、ここは逃げて、これがバンデラスの強みですね。シュパー、シュパーが中断、通常のジャクジャクのコンボから2ゲージでダメージを稼いで、さらにゲージも回収、結局2ゲージぐらいの初コンのダメージになってるんで、ゲージ回収がでかいですね。さあここは対照戦、忍び足ゲージを溜めつつ、さあここはまあ払えない、さあ裏に回って、さあまたもここは1ゲージ、隙あり隙あり、追い打ちから、あっとちょっと判断ミスか、しかしバンデラスがだいぶ輝いてるが、ここでやり返していく、ここは3ゲージコンボ、あーすごい、ガオーして下段、あっ死闘になってきた、天柱、あっあっ、はじめさんが急に、あ嘘でしょ、ごちゃ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 、あっちょっと待って、さあ最後どうなのか、吹っ飛ばしが当たって3段、あだつみさんマジで悔しそうあー面白かった今の
始めよう。はい、締めたいと思います。第18かな、はい、F14 紅白戦、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。